水亀座の2021年のラッキーカラーは情熱の赤です。メイクに落とし込む場合は分かりやすく赤リップを使うといいと思います。ハイライトで鼻を高くすることによってリーダー的存在になれると思うので、ハイライトもやってみてください。丸い筆にリップをしっかり取ってから、口の下唇から内側に塗っていきます。ギザギザを描くようにだんだん薄くして、で反対側からサイドに伸ばしていきます。で丸筆だとアウトラインが少しボケるような感じになるので、赤リップでも強い印象になることがないです。で上唇も内側から塗って上に行きます。でサイドちょっと唇小さめに最初に描いておきます。アウトラインを少し取ります。中央にもう一回足していきます。指でアウトラインを取ります。ブラシで取ってなじませたら、目の下の三角ゾーンに入れます。口元の赤リップを強調するようにちょっとリップラインも上げていきます。で頬の高いところから眉尻にかけても入れていきます。最後に鼻のところの真ん中のところだけ入れます。